どうもチャンネルレトロキッズ、ようこそ鉄尾キッズです。実は今欲しい超合金がありまして、秋葉原にありますとあるお店に探しに行ったんですが、残念ながら見つけることができませんでした。その代わりにではないんですが、こんなものを買ってきました。ハイコンプリートモデル、ガンダムマーク2とエルガイムマーク2。とりあえずまずはその買い物風景から見ていただきましょう。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ、さあ今回やってきたのは秋葉原にありますゴールデンエイジさん。このチャンネルではレトロなプラモ屋さんとかをたくさん紹介してきたんですが、こちらはレトロなおもちゃ屋さん。表のショーケースにはメカゴジラ。今回はこちらで昔のガチャガチャのおまけだったりとか超合金などを探してみたいと思います。アルベガスの超合金とかあったら嬉しいな。入っていきなり右手にレトロなアイテムがたくさんありますね。お、グリコのおまけかな。ニルスの不思議な旅、これはアトムのレコードかな。アトムもいいけど後ろのヴァンパイアが気になる。中1時代ホームラン万年筆、王選手。こちらはカードやシールのショーケース。わあ、ギャートルズ、堺正章さん、若い。昭和から現代まで仮面ライダー系のフィギュアがずらり。みんな大好きポピニカシリーズ、コンバトラー V のポピニカ。これ5台全部集まってんのかな。わ、ゴールドライターもある。当時ものかな。アマゾン、かっこいい。あまり多くはないんですがプラモデルなんかも置いてあります。メカニックロボコン、ブルーノア。わ、ジョイントモデルのグレンダイザーだ。うわ、メタルダー懐かしい。うわ、すげえ、超合金のゴッドマーズだ。ガイアーのパンチとかタケルが欠けてるようですね。あ、ハイコンプリートモデルもありますね。ウォーカーギャリアと百式、青島さんのテクノポリス21シリーズ。あ、ハイコンプリートモデルのスリングパニア付きバイファム。わ、これいいな。ゴッドマーズのプラモ、ハイコンプリートモデル、エルガイムマーク2もある。あ、デュアルモデルもありますね。ブルーティッシュドッグ、トミカやチョロ Q なんかもちょっとあります。そして店内結構多いのがトランスフォーマーのものがたくさんありますね。ウルトラマグナス、ミクロマン、そして今人気のソフビなんかもかなりの数あります。お、あれはエイティかな。そしてこちらのお店、女の子に人気だったおもちゃなんかも結構あります。スパンク、懐かしい。金消し、1個100円じゃなくて1人100円っていうのがいいですね。まことちゃんのデカフィギュア、タカラさんの子供洗濯機、本当に洗えるんだろうか。セイントセイヤもありますね。わあ、ウィングマン、いいな。この辺りのショーケースはスターウォーズ、うん、ターミネーター、シュワちゃん、
わー、何あれ、ナイト2000ターボブースター。ミニカーのナイト2000の発射台かな。ナイト2000付き。さあ、そんな感じでお目当ての超合金は見つけることができなかったんですが、代わりにこちらのハイコンプリートモデルを買ってきました。まずはこちらのガンダムマーク2なんですが、4000円でしたね。まあバカ安いというわけではないんですが、注目してほしいのはこの箱の状態。めちゃくちゃ綺麗でしょ。もう角もピンピンなんですよ。同じくエルガイムマーク2もめちゃくちゃ綺麗。まあお値段的にはね、もう少し安く手に入れることもできなくはないかなと思うんですが、箱からしてここまで状態がいいのはなかなか見かけないなと思って、思わず衝動買いしちゃいましたね。そして箱の中身の状態は、はい、めちゃくちゃ綺麗。もちろんパーツも全部揃ってますし、なんせ白の色が全然劣化してない。まあもともとガンダムマーク2の白は完全な白じゃなくてちょっとグレーがかってるんでね、完全な白のものよりはそもそも劣化しにくいっていうのはあると思うんですが、それにしてもめちゃくちゃ綺麗。さあ、さっきからハイコンプリートモデル白が劣化しやすい劣化しやすい言ってますが、それどういうことっていう人のために、私のネオファムを見ていただきましょう。こちらどうです、これ、この赤じゃない部分、お腹とかこの辺白だったんですよ。ハイコンプリートモデルの劣化ってここまでなっちゃうんですよ。黄色というかもう濃いベージュ。そしてこちらは他のところで買ったウォーカーギャリア、箱の状態ボロボロ。そして中身は、こんな感じ。かっこいいんだけど、やっぱり白のパーツ黄色くなっちゃってます。こうやって見ると今回買ったマーク2がどれだけ綺麗か分かっていただけると思います。まあ今回行ったお店、他にも同じ状態のものがいくつか置いてました。ウォーカーギャリア100式、あとジョニー・ライデンのザクもありましたね。それではこちらのエルガイムマーク2の方も見ていきましょう。箱の開け方が違います。はい、全部揃ってます。説明書もピッカピカ。おー、エルガイムマーク2も綺麗。まあエルガイムマーク2は元からかなりグレーなんで、うん、そこまで劣化はないかなとは思ってたんですが、それにしても綺麗。あと当時としてはこのディテール自体もめちゃくちゃかっこいいんじゃないでしょうか。あとご存知の方も多いかと思うんですが、このハイコンプリートモデルのエルガイムマーク2、可動は地獄。顔、顎引けません。上はちょっとだけ行きます。そしてなんと横全く動きません。肘、これが限界。実はこのエルガイムマーク2に関してはね、今回じっくり見るっていうよりは、こちらロボット魂のエルガイムマーク2、こちらとじっくりと見比べてみるっていう動画を作ろうと思っておりますので、お楽しみに。さあ、いかがだったでしょうか。まあこのハイコンプリートモデルはね、出来はいいんですけど、白のパーツの劣化が激しいと、これは前からよく言われてたんですよね。その劣化したパーツの修正方法など、もし何かいい方法を見つけたらまた動画でご紹介したいなと思っております。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな、明日もお仕事頑張ってね。